雰囲気が悪そうに見えるか、ずっと違うこと弾いてるみたいな顔してるからね。あ、さっき違うこと弾いてた。ずっと超不機嫌、超不機嫌そうだ。機嫌そう。私も思った。機嫌な顔。いや、もう今、今まさに不機嫌をやってる。いいっす。姫の機嫌すごい。やる前にプレイしてあげる。あれ、マイキセラの後と最後の人の前にちょっとだけ演奏してみましょう。なんかがラジオ拾ってる。なるほど。ありがとう。あれ。ちゃおう。まあめっちゃ流れてる。止まります。やっぱ SE だ。SE だ。OK。
来ちゃったやつ。楽しみですか、卒業コンサートは。改めて聞かれると、彼がお楽しんでなさそう。僕は本当にです。じゃあいい方がいい、じゃあいいんだけど、じゃあいいか。いやなんか卒業らしいので、すごい感慨深いですね。本当ですね。司会者、こちらこそ。じゃあまた自分で遅くいてください。
違うよ、それダンサー。あ、ラスト曲です。いや結構思い出すことがなかなか多いですが、まあ、ちょっと一応総括的なことを言っておくと、僕らは2020年入学でこの後一緒に入ってきて、で最初の1年とかはほぼ何もできてなくて、最初に参加したのがその1年生の代の最後のそういうコンサートだったり、すごい変則的な代だったんですけど、それにもかかわらずすごいなんか一緒に、まあ、サークル、まあ、別に頑張っては楽しんでただけなんでそう、そういう感じだったんで、まあすごい、まあ今ここにいてよかったなってそう思ってます。同じです。三流インタビューは最後の企画です。バイタリア企画でした。おちょっと待って。